陸王 U30 に出られる皆さん、こんにちは、藤田くんです。そうですね、この陸王 U30 で優勝したら、その陸王モバイルに出れて、そこを優勝したら陸王本戦に出れるということで、すごい夢のある企画だと思います。最近自分もそのトーナメント出てて、やっぱりその若手の自分より年下の選手とかがすごい上手くて、なんかこう独創的な釣りをするっていうか、魅力的な釣りをする、そのかっこいいなって思うことがすごい多くて、自分より若い方たちの釣りを見るのもすごい楽しみなので、多分皆さんそれぞれ自分の得意技とか、その誰もこれやってないんじゃないかっていう釣り持ってると思うので、その見たいっていう思いが自分は強いですね。そしていつか、まあ自分が出てるか分かんないですけど、一緒に戦える日が来たら嬉しいです。頑張ってください。We never fall back.